渡辺通りは、福岡県福岡市中央区天神橋口、交差点から渡辺通り1丁目交差点までの、福岡県道625号や福岡線1 3トルに、付けられた福岡市道路愛称である。渡辺通り4丁目交差点から、北方面を望むソラリアステージより、南東方面を望む新川橋から、南東方面を望む九州最大の繁華街。 天神を南北に貫く通りで渋滞が激しくピーク時の混雑度は全国でも有数である。特にバスの台数が多く朝夕のラッシュ時は10台以上列をなす路線バスが見受けられる。天神地区には渡辺通りへ20カ所のバス停留所のほかタクシー乗り場があり一番左側の車線はほぼこれらの公共車両で閉められる。夕方から夜にかけては歩道に 屋屋台台が設置され屋台外となる天神地区では、通りの左右に、百貨店や大型の商業ビル、オフィスビルが立ち並び、天神橋口交差点渡辺通り四丁目交差点の地下には、天神地下街がある。天神地区の南の渡辺通り地区では、天神地区よりも建物の密度が小さくなり、オフィスビルやビジネスホテルのほか、スーパーマーケットや駐車場がある。 渡辺通りの名は1911年に一部が開通した博多電気軌道の設置に力を尽くした五福省、渡辺与八郎にちなむ。渡辺通り上には同社の路面電車路線が付設されていた。この路線は最終的に西鉄福岡市内線の一部となったが1979年2月11日に廃止撤去されている。ありがとうございます。